手抜きとは、囲碁や将棋において、直前の着手に対して応接せずに、離れた場所に着手すること。一般に、戦いの最中や、大きな欠陥を残すような場面で手を抜くのは良くない。しかし手を抜いても、大きな損害が出ないような場合なら、思い切って手を抜き、大場に先着するのも重要な戦法である。また、完全に形を決めてしまわず、後に、 味や含みを残しておくために手を抜くこともある。星に三三入りしてできる定石の例。ここで黒は1の点にかけ継いでおくのが普通。ここで手を抜いて他に回ると A の切りや B の挟み付けなどを残し通常良くない。黒1で手を抜いて他に回るのはよほど特殊な条件の時に限られる。付け引き定石の途中。ここで白は A や B についておくのが普通だが、手を抜いて、他に回る打ち方もある。他の状況を見つつ、A や B に次ぐか、C や D などに打つなど選択肢を残しておく手段である。黒から先に A へ切られる可能性もあるが、まだ周囲に危機が残っており、白2子はまだ死に切っていない。白は一の手で A と下がって、根拠を確保しておくのが手堅い手法だが、白一黒二を交換し、 手を抜いて、他に回る打ち方もある。何も打たずに他に回ると、黒 A の羽で、目型が失われるが、白1黒2を交換しておけば、黒 A に対して、白 B 黒 C 白 D と運んで西が落ちる。黒に、目型を与え、強化してしまうのと引き換えに、他の好点を目指す手法である。星に対して両掛かりされた際、さらに手を抜いてできる形。下図白1と掛けられ、 封鎖された形を指す。黒からは A にこすんで生きるべきとされてきたが、B にこすみつけて生きる方が正しいという指摘が、合制限よりなされている。ただし、こうして封鎖されてしまうとどちらにしろ、結果は悪く、両係かりされた段階で、黒は1あるいは C などに打って、頭を出しておくべきであるとされる。ありがとうございます。